こんにちは、水彩画の酒井です。今回は北海道大学構内で見つけた白樺林を描いてみたいと思います。白樺の風景は北国の自慢の一つです。特にこの季節、夕日が緑のグラデーションを演出します。しばし夕映えの白樺林をお楽しみください。用紙はアバロン F45 サイズを使っています。ブロックタイプのスケッチブックになっているものです。周りには15ミリ幅のマスキングテープを貼っています。まずはじめにこの白樺の幹の部分ですけれども、これをマスキングテープを使って、この部分に絵の具がつかないようにしておこうと思います。まず自然に感じさせるためにマスキングテープを中央から今裂いて使います。でこう手で裂くようにすると周りがギザギザの感じになりますから、これを両サイドになるように貼り合わせて、それで貼っていこうと思います。一番手前の太い2本の幹だけにしました。遠くのところもありますけれども、ここも貼った方がいいかもしれませんが、工作のような作業が大変なので、私は省略しました。それで今ここで貼りましたけれども、ちょっと左に寄りすぎたので、ここでまた貼り直して少し右の方にずらしました。でこれで描いていこうと思います。それで絵の具はターナーの18色セットから4色抜いて14色で描いています。今は黄色を使っていますけれども、カメラのせいで私のカメラなぜか黄色を映すとちょっとグリーンになってしまいますけれども、これは、黄色です。この段階では細かい部分にこだわるのではなくて、広く全体を大きく見ながら描いていこうと思います。黄色が塗り終わりましたら、その中にグリーンとか、それから青、赤みなども少しずつ加えながら、にじみを使って色の変化をたくさんつけていこうと思います。ここで注意した方がいいのは、筆はあまり紙の上では強く押し付けない。絵の具は筆の先端の方だけにちょっとつけて、それから紙に触れると絵の具がストンと落ちていくような感じ、ですから私はよく、絵の具を塗るというよりも絵の具を落とすというような言い方をします。で少しつけすぎちゃったところは早めにティッシュペーパーで取っておくといいのかなと思います。このように早いうちに、ティッシュペーパーで抜いておくと綺麗に仕上がると思います。遠くの白樺の幹の部分、私は大きく白く抜いておいて、その中をこう暗い色で分割していくようなやり方をしていますけれども、これ難しいかもしれません。慣れてない方はここもマスキングテープを小さくちぎって貼っておいたり、それから、マスキング液を使うという方法もあると思いますけれども、ただこのアバロンという紙は、マスキング液には非常に弱いので、注意してください。剥がすときにボロボロになってしまいます。この辺りまで非常に軽快に飛ばしながらワクワクしながら描くことができますけれども、だんだん描くにつれて荒こうじゃなかったかなと思うことが出てきますけれども、この段階が一番私にとっては楽しい時です。だいぶできてきました。でこれがある程度終わりましたら、今この手前の幹のマスキングテープを剥がしていこうと思います。完全に乾かしてから剥がす方法もありますけれども、私はまだ濡れてるうちに剥がした方がなんとなくその、エッジの部分ですね、境目の貼ったところと貼らないところのその境目のところが綺麗に仕上がるような気がします。ちょっとはみ出してしまったところがありましたから、こういうふうに水をつけて取ると取れると思いますので、あまり気にしないで思い切ってやってみるといいと思います。それで、近くで見るとそうですね、こんな感じになっています。これを一旦ここで乾かしてまた続きを描いていこうと思います。ここでだいたい15分ぐらい乾かそうと思います。
15分ぐらい乾かすために一休みしましたので、また続きを書いていこうと思います。マスキングテープを貼った幹のところ真っ白だと非常に気になってしまいますから、なるべく早めにちょっとこの陰影の部分をつけていこうと思います。白樺の幹は白いんだと思うとどうしても白っぽくしがちになりますけれども、周りとのその明るさの関係を見ながら、描いていくと結構、いろんな色がついてますし、暗いと思いますから、そのあたりのことをよく見ながら描いていくといいと思います。このようにまだ乾かないうちに、他の色を落としながら、にじみを使って柔らかな調子を作っていくといいと思います。幹の部分をある程度描きましたら、今度はまた、木の葉っぱの部分を描いていこうと思います。最初に描いたのが、1回目の工程としたら、よく乾かして今2回目をつけている感じですよね。私はなるべくこれを、あともう1回ぐらい重ねて、3回ぐらいで終わらせた方が、爽やかに仕上がるかなと思っていますけれども、どうしても手の数が、多くなってしまいます。それから、先ほど木の幹のところを描きましたけれども、これもどん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 描き進めるのではなくて、ある程度色をつけたら、また木の葉の部分に行って、それが終わったらまた木の幹のところに行くというふうに、なるべく全体少しずつ進めていった方が、いいと思います。ちょうど今描いているあたりに日がちょうど沈むところで、ここに太陽の位置がありまして、ここがかなり明るくなっていますけれども、私ちょっと強めにつけておいて、後ほどこれがよく乾いてから、ここを固めのブラシで軽くこの絵の具を取っていって明るくしようと思います。それからなんとなく、その写真を見ても分かりませんけれども、この右の方から光が入ってるなという感じを、なんとなく軽く大きくバサバサっとつなぐように絵の具をつけておきます。これなんか私のいつものコツなんですけれども、いつもワンパターンですが、こんなような感じで制作しています。それからどん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 今度暗いところを決めていこうと思います。この手前の草のところですけれども、最初に塗った明るいグリーンのその変化のところですね、そこをうまく残していって、明るい草のところを出していく、暗いところを描いていって、明るいところを少し残していくというような、やり方をしていますけれども、私あまり、器用じゃないというか、大雑把なところあるもんですから、あまり上手にいってないかもしれませんけれども、乾くとかなり弱くなります。今乾いた状態こんな感じになりますんで、思い切ってやってみるといいと思います。それからこの手前の部分、上の部分ですね、ここを暗くするとこの中央の部分が非常にもっとよく見えてくるのではないかと思います。この上の部分とそれから下の部分ですね、暗くしていかないといけないなと思っていますが、ここで注意しなきゃいけないのは、どうしても同じ大きさ、それから、同じ筆の動かし方になってしまうと、絵が単調になってしまいますから、できるだけ変化をつけた方がいいので、その辺のこのサイズのバラバラ感と、それから筆の動かし方のバラバラ感が心地よいように描いていくのが大切なんですけれども、そのあたりが非常に難しいですよね。それで先ほど言ったここをかなり強めに色をつけておきましたので、ここでこの固めのナイロンブラシに水だけをつけて、軽くこすってティッシュペーパーで押さえる。そうすると柔らかな感じで明るく抜けていくと思います。そうすることによって、ここから日が柔らかい光、夕日ですけれども、これが差し込んでるなという感じが出るのではないでしょうか。
ここで不透明の白を使っていきたいと思います。白い部分はなるべくそのマスキングをしたり、紙の白のところを、残しておいた方がいいと思いますけれども、どうしても細かいところはそううまくいきませんので、不透明の白を使いたいと思います。木の幹や枝、それからこの手前の草などに光が当たって明るく輝いているところ、ここを白でつけていきましたけれども、それから葉っぱの部分、その葉っぱがこう透けて空の明るいところが見えているところですね、そんなところもこの白を使っていきました。それでよく見てみるとまだ木の幹の暗いところが足りませんよね。この辺で暗いところをもっとしっかりつけていって、それで完成にしたいと思います。また少し間隔が空いてしまいました。仕事の状態でちょっと遅れる時がありますけれども、ぼちぼち上げていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。こんな感じに出来上がりました。いかがだったでしょうか。私この白樺のある風景大好きなので時々描きますけれども、また別なパターンでも描いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さんお元気で、またよろしくお願いいたします。それでは。